はい、梅です。どうもこんにちは。はい、今日はね、こちらの8ビットファミコン8ビット風のアパレルグッズの紹介をしたいと思います。こちら T シャツがね、確か去年出たんだけども速攻完売しちゃってですね、でこのシリーズでどうなったのかなと思ったら、まさか T シャツだけじゃなくてもうグッズとかドバッと出て、まさかの復活、嬉しいですよね。じゃあ早速紹介したいと思います。はい、まずは T シャツなんですけど、これは去年と同じですよね。去年俺 T シャツは動画紹介してますので、そちら参照してください。すいません、手抜きで。で、新しく追加になったグッズとして、まず帽子ですね。こちら T シャツのデザインをベースにした帽子、かわいいですよね。ピンク色なんで女性を意識してるのかな。サイズはフリーで調整できるようになってますね。こちら2900円になります。で、ドナルドも出てますね。ドナ見てみましょう。ドナ後ろオレンジなんだね。ドナルドのイメージカラーとはちょっと違った配色ですよね。ちょっと面白いですね。こちらも2900円でサイズ調整可能になってます。はい、ドナルド可愛いですよね。そしてリトルグリーンメンの帽子もあります。こちら裏は水色になってますね。こちらも2900円でサイズ変更できます。はい、帽子でした。続けて次のグッズいきます。はい、こちら男性用のパンツ、トランクスになりますね。いいね、パンツ。ちょっと男だからこれはもう俺堂々と触れるし、チェックできるね。これ前開きタイプかな。ちょっと待ってよ、前開きかどうか見てみようか。前開きではないっぽいね。だからこれ男の人、これショーするときはですね、腰のゴムをグッと持ってこうペロンとやらないとできない感じになりますね。サイズは M と L ですね。 L サイズが1600円、 M サイズも1600円、どちらも1600円になります。で、ボクサーパンツってことで、ちょっと柔らかい綿のタイプですね。あのブリーフ系とかサラサラガーゼのあの感じになりますね。個人的にボクサーパンツはちょっと嫌いなんですよね。この太もものところゴムが入ってて、結構これももに食い込むんですよね。だから俺は完全にこうフリーのトランクスが好きなんですけどもね。まあでもデザインいいですよね。そしてスマホケース、シャンシルでいきます。スマホケースはですね、 iPhone 専用ではなくて各スマートフォン対応タイプですので、この粘着で貼り付けタイプのスライドしてカメラ使うタイプになってますね。やっぱ何にでも使えるケースはどうしてもこうなっちゃうよね。2900円になります。3種類出てます。そしてこの下バンダナですね。バンダナもやはりこのキャラがドーンと、ドナ、ミッキー、リトルグリーンメンと施されてます。はい、こちらお値段が800円になります。靴下は22から25サイズで左右同じデザインですね。ソックスは700円になります。1個700円、ドナルド、ミッキー、リトルグリーンメンと700円になります。